ます寒くなってきたね。天気予報によると今日は初雪が降るみたい。そういえば私の誕生日は毎年雪が降るんだよね。みんなと一緒に雪合戦してた頃が懐かしいな。いろいろあったからなんだか長い間経ってなかった気がする。思い立ったが吉日って言うし、今日は一緒にご飯を食べよう。私が作ってあげるから。小さい頃、冬になるとパパは暖炉にお鍋を置いて、その中にチーズをたくさん入れてたの。ご飯の時は何でもチーズを絡めて食べてたな。パパはそれをカスラナの生きる道って言ってた。よくわからないけど、チーズに包まれた食べ物はあったかくていい匂いがして、美味しくて忘れられない味だったよ。雪の降る夜にみんなでフォンデュを囲んで、グツグツしたチーズを眺めたらきっと最高だろうな。学園長の好きなゴーヤ、ロザリアの好きなチェリーパイ、それから委員長がよく作ってくれる餃子もチーズを絡めたらより美味しくなると思うんだ。食材は私が用意しておくね。館長は何が好き？遠慮はいらないから何でも教えて。待ってるから。キアナ、追伸、風邪をひかないようにちゃんと着込んできてよね。